バセリンはイギリス・オランダのユニリーバ社が所有するワセリンをベースとしたアメリカのブランドである。ブランド製品にはプレーンのワセリンのほか、スキンクリーム、石鹸、化粧水、クレンジング剤、デオドラント剤などがある。多くの言語ではワセリンは保湿剤の普通名詞として使われており、日本においてはバセリンとワセリンとして区別されている。年。 かつてマッコウクジラの油から灯油を成長化していた科学者のロバート・チェゼブローはこの新しい燃料から何か新しい材料が生まれるかもしれないと研究するためにペンシルバニア州タイタスビルの油田を訪れたそこで彼は石油プラットフォームのポンプから定期的に取り除かなければならないロットワックスと呼ばれる残留物の存在を知る石油作業員は 切り傷や火傷を治すためにこの物質を使っていた。チェゼブローは、ロットワックスのサンプルをブルックリンに持ち帰り、使用可能な石油ゼリーを抽出し、バセリンと呼ばれる、医薬品の製造を開始した。バセリンという名前が最初に知られているのは、チェゼブローによる1872年の米国特許の中である。アイ、ロバート・チェッシブルー、ハブ・インベンテッド。 ゲー e w ー n d useful product f r ウ m petroleum w h i h a v e named バセリンわけ私、ロバート・チェゼブローは石油からの新しい有用な製品を発明した。私はそれをバセリンと名付けた。ロバート・チェゼブロー、US パテント127 568 1987年にユニリーバに買収されるまでチェゼブローマニファクチャリングカンパニーが製造していた。 The History of a Serene Petrium Jerry Began in the Pennsylvania Oil Fields ドレークウェールミュージアムパンフレットホーリガングループリミテッドダラス、テキサスありがとうございます。